4分チャンネル、はい、さあ今日もですね、はい、こちら小宮山文化会館のキッズスペース、スペース、はい、小宮山文化会館は 元学校でございますので、はい、学校の方をね、なんかね、本当なかったでしょうね、この広いですね、なんかね、こうなんかやっぱりそのまま作ってるところ、まあ、側はそのままですから、はい、やっぱりもともと多分理科室だなとか、これ多分が家庭科室だったんじゃなかろうかみたいなね、あと小学室なんかもそのままじゃないですか。そうですね。なんでこういろいろと考えるんですけど、あと職員室はね、はい、あの我々の事務所は。あ、ね、というので、まあ一度皆さん来ていただいて、はい、ぜひぜひいろいろ見ていただけると。ですので、ね、この後ろの方は、まあ、運動場です。運動場です。でちょっとこれね面白いんですけど、はい、キッズスペースからこう、ね、外に出てね、そこの庭で遊べるんですよ。もう今ちょっと今日冬なんで、はい、まあ遊ぶ方いないと思いますけど、あの本当にちょっと限られてる、ね、ところで ね、子供さんたちが遊べるっていう、いい場所です。はい、でいろいろ建物もこれは萬古焼のなんか、そうです。陶芸室です。陶芸室、これ多分元々は給食室があった場所ではなかろうかなと。思うのですが、どうなん、あ、ごめんなさい、あれはね、倉庫です。いや、こっちなんで。ああ、そうですよね。このカメラもこうです、はい。というので、不思議な空間でございますので、はい。はい、またね、皆さん、見てください。はい、今日はですね、はい、今度はこちらでございます。これはね、宮本で関係ございません、4分でございますが、はい、スペシャルジョイントコンサート、はい、石井拓磨さんと菊池亮太さん。まあ、YouTube でもね、ご活躍を、はい、まあ、我々も今こうして YouTube を撮ってるわけですが、今の時代、YouTube でも活躍されるピアニストのお二人。話題騒然でございますが、はいはい。特にね、やっぱり今、ストリートピアノっていうのが、まあ、いろんなところにあると思います。四日市でも何回かやったじゃないですか、ジャズフェスティバルもやりましたよね。なんでね、そういうところで演奏活動なんかもされていて、はい、まあ、その様子が YouTube とかに流れて、あ、なんて素敵なピアニストなんだろうということで、僕実はこのね、菊池さんのピアノをね、はい、その東京都庁の、あのピアノ弾いてるの見たことがありまして、はい、びっくりしました。段違いです。もうね、音の響きが、嘘でしょって言われて、何人か弾くじゃないですか、もう菊池さんだけね、もう別次元でした、その時はね、はい、もう本当に素晴らしい方。ピアノって指でこう、ね、誰でも押せばっていうか、まあ、弾けば誰も音鳴るんですけど、その人によって違うんですよ、ね、そう。あ、よく言われるのは気持ちがこう指に伝わってくるっていう、あ、まあ、ピアニストもあのたくさんピアニストもいますけど、ね、全然違ってるんですね。本当に皆さんこう一音入魂って言いますけど、その音をね、気持ちを込めて弾かれる。その菊池さんとですね、石井拓磨さん、はい、ウィーンに、ね、うん、入学もなさっていて、あの動画だとね、結構ね、ウィーンの、 あのストリートピアノなんかも石井さんと弾かれてたりして、日本人が、ね、いきなり弾いてみんながすごいってなるとかね。これはね、いや、もう本当にあの、もうなんていうんですか、実力はもう間違いないんですけど、うん、やっぱりお二人ともね、そういった活動もされているので、はい、その音楽の見せ方とか、ね、このお二人が揃うっていうのは、そう、あまりない、ほとんどない。そのイベントとかでお二人でされたりはあるんですけど、はい、このジョイントコンサートっていう形はあんまりないじゃないですかね。四日市だけのプログラムでございますね。はい、本当に。はい、ぜひお見逃しなくですね、大ホールですからスペシャルです、ね、これが1月の22日日曜日でございます、はい、会場が16時、開演が17時となっております、はいはい、ぜひ皆様のご使用お待ちしておりますので、よろしくお願いします。さあ、この動画はですね、面白いねと思ったらですね、チャンネル登録、いいね、お願いいたします。お願いいたします。どんどん増えてます。よろしくお願いします。